どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ゆうこるです。この前ですね、巻き場をね、岸辺と使って裏強調攻略した動画を上げたと思うんですが、実は巻き場ですね、めちゃくちゃ面白い相方がいまして、まあ、それがですね、この巻き場の相方に、上条トーマですね、を使ってあげると、もう無限に火力を出し続けられる、マジでパワー型になるんですよ。今日はこの巻き場をね、リーダーで運用して、相方トーマで使っていこうと思います。はい、巻き場ね、3色攻撃8個人、超アクセス3色攻撃力持ちで、スキルは3ターンで落ち込んだしダメージ無効貫通ドラリフ持ってくれてます。リーダースキルが4色同時77%バケゲン攻撃人数8倍。では、ドロップ消すたびに攻撃力 1.1 倍、固定500万とガンガン火力出していけるんでね、すごい優秀なリーダースキル持ってくれてます。今日は実際にね、巻き場トーマで遊んでいこうと思います。はい、当然76編成です。編成こんな感じです。はい。まずはリーダー、電磁巻き場、スキブ上限解放に、こちら、キャプテンマーベル、ミズマーベル武器、継承ですね。はい。まあ、これで火力出していきます。はい。では、軽減ループ、バランスタイプ、エンハンス枠です、ここは。で、まあ、巻き場で3色攻撃上限解放、遅延2つに、こちら、ロケットグルートで、リダチェンしていきましょう。あとは、暗闇耐性つけてあげてます。そして、アーニャです。雲耐性に遅延6つに回復強化、プラス、そして、ヤマタのオロチ継承ですね。はい、遅延武器継承です。で、からの岸辺です。10強上限解放遅延2つに、こちら、推薦武器継承ですね。はい、これで指と泥鏡を持ってあげてます。からのこちら、みゆきです。遅延2つスキブに、こちら、サメの魔人武器継承。ラストフレンドです。トーマ、遅延2つアシスト無効に、ウルバリミートを継承って感じになってます。上条トーマ相方にしてあげることでね、3色同時77%パーケゲン攻撃15倍3コンボ加算に、ドロップ消さべ攻撃 1.5 倍なんで、まあ、なんならね、盤面でね、14コンボ組んで落ち込ん6コンボ踏んで20コンボしたら10万倍超えたりするしね、1万倍ぐらいは簡単に超えられるリーダースキルになってて、火力マジでやばいんで、まあ、とりあえずね、これもね、使ってるのを見てもらった方が早いと思うんで、実際に使っていこうと思います。やっていきましょう。さあ、1階層からやっていきましょう。まずは、電磁巻き魔継承のマーベル武器打ってあげて、トーマ打ちます。はい。で、からのみゆき打ってあげて、殴っていきましょう。いきます。一旦これでこんな感じで5色組んであげて殴っていきます。はい。もうこんな感じで消すたびにどんどんジャキンジャキン言って火力出していけるんでね。はい、これで、しっかりトーマの火力でワンパンしていきましょう。まあ、これはトーマが強いんでね。トーマでワンパンです。で、2階層です。2階層はまずオロチ武器打ちましょう。2階層オロチ武器打ちます。はい、オロチ武器打ってあげて、まあ、1コンボ2回組みます。で、ロケットグルート打ちましょう。で、1コンボ組みます。そしたらこのまま倒していきます。ルーレットループにみゆきも入ってるので、パズル自体もすごい安定しますね、間違いなく。これで殴っていきます。はい、盤面全力の14コンボ15コンボ組んであげて、さあ、これでしっかりここもワンパンしていきます。この火力よ、半端なくない、マジで。で、3階層です。ここはトーマ打ってワンパンしていきましょう。あちらにもう電磁巻きはループしてください。トーマ打ちます。はい、みゆきもループしてもらって大丈夫なんで、ループしていきます。みゆき打ったターンはキドロップがなくなってるので、ちゃんとその分組みます。バイバイバイ。 OK、 これで盤面14コンボ組んであげて、まあ、これでプラスアルファで落ち込んちょっと乗れば、や、もうこの人で2万倍。は？やば。盤面14コンボ、リダフで2万倍です。は？だから100倍と200倍ぐらい出てるってことだよね。マキマが100倍でトーマが2万、200倍ぐらい出てるから、まあ、大体2万倍出るっていう。とんでもないですね、マジで。アニャ打ちましょう。バケモンやん、普通に。これで盤面13コンボ組んであげて16コンボ組んでいきます。さあ、これでワンパンしていきましょう。突破です。で、続きまして5階層です。
五階層は2パンしていきます。よいしょ、これでいいでしょう。はい、これで6色含みながら、まあ、回復運ゲシ組んであげてご両親回復していきます。回復撃エンジャーね、まあ、回復運ゲシ組んであげれば回復していけるので、はい、これで殴りです。OK、 やっぱずちなみにそんな全力で組まなくてもね、ガンガン突破していけるんでね、そう十分回復音ゲシ組んであげて殴っていけばまあ十分なんで、これで6000倍ですからね。言うて6000倍ってバケモン火力なんで、しっかり突破していけます。はい、で6階層です。6階層巻きまうってあげて1ターン耐久します。はい、巻きまうって花火対策で1ターン耐久しましょう。みゆき打ちます。耐久は4色組めれば大丈夫なんで、4色だけ組んであげてしっかり耐久していきます。で、まあ、無効貫通あるんで1ターン耐久してあげて、その後突破していきましょう。この演説確か上限解放染めだったはずなんで、無効貫はマキマ溜まるまで待ちます。はい、OK、倒します。行きましょう。絶対こんなコンボいらんけど、まあいいでしょう。絶対こんなコンボいらんって分かってるけど14コンボ組みます。一番気持ちいいからね、この編成14コンボ組む瞬間が最…いや、まあ火力やば、本当に。いや、岸辺マキマも結構安定感があってすごくいい編成ですけど、あのこのね、トーママキマの場合はタイプ縛りもないですから、そうやっぱ組みやすいですね。バランスタイプ縛りもないから編成も結構自由に組めるし、何よりやっぱ強いですね。で、ここトーマも打ちましょう。ダブル急所発動です。はい、レンジマキマも打ちます。はい、これで6色含んであげてワンパンしていきます。ナルサスからのマキマじゃないわ、トーマ打ってあげてダブル急所発動で、これで突破していきましょう。ただなんか落ち込んだし多いな、マキマ打ったら落ち込んだしになるのか。そっかそっかそっか、なるほどね、しゃあない。え、あ、忘れた、そうだ、あ、やべえ忘れた、ここで今日の波動来るから電磁マキマを温存してください。あ、もったいね、最悪電磁マキマ何も考えず打っちゃったわ、まあ、全然耐久無限にできるんで、ダメージ無効してくる敵の階層でね、だから次の階層で耐久すればいいんですけど、ただまあ普通にノンストップで突破したいんで、できれば忘れずにですね、よろしくお願いします。はい、まあ、打っちゃったものは仕方ないんでこれで倒していきます。はい、さあ続きまして9階層です。はい、ここで3ターン耐久してから突破していきます。まあ大丈夫ですね。はい、勝とう。オッケー、じゃあマキマ打ってここも倒していきます。で、まあ10階層です。ここで電磁マキマも上がってるんで、電磁マキマ打ってあげて殴っていきましょう。みゆきはね、まあ打ってもいいか、いや電磁マキマ打ちます。はい、はい、まあこんな感じで殴ります。全力でいきましょう。ここはここは全力で殴ってあげてがっつり削っていきます。14コンボです。はい、これでがっつりと削っていきましょう。そうなんだよな、半分時にルーレットもらうから、できればみゆきは半分まで削ってから使いたかったけど、あ、しゃあない。 OK、 まあでも全然これで
殴っていけるんで。OK、 これ十分。はい、こんな感じであとは6色組んであげて殴っていきます。ヘイストしてくれ、ヘイスト、ヘイストくれ、ヘイストくれ、ナイスー。じゃあ右打ちましょう。こいつのルーレット早すぎてね、扱えないからね。早すぎてっていうか多すぎて。誰だっけこいつ、ウンディーネだっけ、ウンディーネか。ウンディーネのルーレットはねちょっと多すぎて無理なんだよね。そう、仕方ない。でこれで16コンボ、17、18、19、35000倍、47000倍、やば。さあこれでワンパンしていきましょう。突破です。で電磁巻き回る状態で必ず11階層突入です。はい、でここはトーマ打ってあげて殴っていきます。まあ、一旦岸辺打って指現象を返します。はい、 OK。 でからのちょっと耐久しましょう。2ターン耐久してあげてトーマ打って突破していきます。はい、なんかと OK。 じゃあトーマ打ちます。はい、トーマ打ってあげてダブル急所発動。オロチ、オロチいらんな、オロチからちょこいきます。ちょこいつ硬いからね、ちゃんと殴っといてあげて。はい、これで6色組んでいきます。これは十分でしょう。15514倍、圧倒的火力でワンパーン突破です。はい、楽しいな、てかマジでこの遠征。12階層です。ここはマキマ、あ間違えた、トーマ継続か、トーマ継続で倒していきましょう。トーマの無効貫通継続めちゃくちゃ偉いですね。しかもこれガイノートとかそこら辺もすごい楽に対策できるんで、使い勝手がめちゃくちゃいいですね。やべ、電磁マキマ打ち忘れとる。うわー、これ次の階層先生で死にそう。なんか回帰力ゼロじゃん。で電磁マキマの軽減張ってないからここで死にそう。普通に必ず軽減ループ焦らないんだけどさ。おナイス、シェードラーは耐え、あぶねー。電磁マキマ打ち忘れちゃうんだよな。でもむずいね。電磁マキマ打ってあげて右打ちます。いきます。ここが2パンしていくだけです。はい、これでしっかりと、まあ、盤面適当に組んであげてガドブレ入れて、まずは超根性まで削っていきます。15000倍。で超根性まで削ってあげた後に2パンしていきましょう。650万。ってことは盤面今13コンボしたのか、盤面で強えな。イラフェレの攻撃力減少を食らいますが、内戦当然サウでも軽く出ますので問題ありません。 OK、 これで6色組んであげて2パンしていきます。はい、しっかり岸辺の火力とか電磁巻き輪の火力とか入れてあげてね、27000倍でしっかりと突破していきましょう。2パンです。ナイス。さあ続きましてボス1です。ボス1はもう確定岸辺打ちですね。はい、これで指現象返せるんでめちゃくちゃ楽です。はい、岸辺打ちましょう。いきます。ちゃんとコンボ数は稼ぎます。これでまあいいかな。うん、これで盤面16コンボなんで十分やと思います。はい、まあ、13コンボだけどね、3コンボ加算で合計16コンボ入るんで、これで2万倍出してあげてしっかりとワンパンしていきましょう。当然ワンパンっすね。まあ、あのマキマトーマでワンパンできなかったらこのダンジョン無理っすからね。こいつらほんと強いんで。はい、続きましてボス2です。ボス2は初手ルーレットで耐久してあげてから殴っていきましょう。
4色組んでいきます。まあいいか、これでいいや。はい、これでしっかり4色組んで上げて殴っていきます。 OK、 まあ火力はどうせねダメージ無効貫通入ってない時点で入らないと思うので、まあ一旦こんな感じで殴りで、みゆき打ちましょう。で、マキマ打ちます。はい、で、殴っていきます。初手マキマ打って殴っても別に全然いいからね。今回はみゆきのルーレットがあと1だったんで、1ターン耐久してから殴っていきます。いいね、最高最高や。盤面14コンボからの3コンボ加算17コンボ。さあこれで2万倍です。しっかりとリダフで2万倍出してあげて、マキマの無効貫通含みながら削っていきます。ナイス。でもう一発殴ってこのまま倒していきます。互換スキル使わんでも抜けるかな、微妙なんだよね。これ組みすぎもしかして。あ、でもトーマの火力は一応入るだろうし、ミユキの火力も入るだろうから、まあ削りはするとは思うけど。あ、ナイスナイス、オッケー。みゆきとまでしっかりと散搬していきます。さあ続きましてボス階層です。ボス階層は初手1ターンだけ耐久してあげてください。スキルも全部打てるね。オッケー。じゃあとりあえず電磁マキマだけ打ってあげて1ターン耐久します。はい、ボス立ち回りめっちゃ簡単なんでね、まず初手1ターン耐久、そしたら次にマキマ打ちましょう。マキマ打ってあげて、はい、まあドロリフはトゲ振ってくるんでうざいですけど、マキマはね3ターンで無効貫通打てるね、バケモンですからね。はい、これでしっかりと盤面13コンボ組んであげて、ダメージ無効貫通プラスガドブレ発動しながら16コンボでしっかりと削っていきます。はい、一撃でこれだけ削り切れます。ナイス。でトーマ打ちましょう。盤面良かったら右利き打つに行きます。悪かったらもう打つ。いい、行きます。はい、これで回復4ゲシ含みながら盤面全力組んであげて、アーニャで一撃でねゴリゴリ回復していけるんでね。はい、これでアーニャで全回復しながら半分まで持っていきます。ナイス。トーマの無効貫通で削りです。で半分じゃあもちろん岸辺打ってあげて回復力検証返します。はい、岸辺で回復力検証返してあげて、まあかつみゆきもあるんでみゆきも打ちましょう。オッケー、これで回復含みながらしっかりと12、13、14、これでまた削っていきます。ナイス。でラストマキマ打って倒していきましょう。もし発狂入ってもアーニャがありますという感じのね編成でした。いかがだったでしょうか。もうマキマと岸辺ねリダフレで使ってあげるとね、もうあの無限に火力出し続けれるやべえ相方になるんですよね。でもこの火力でしっかり破壊していけてすごい楽しいね編成になるので、ぜひね組める人はね使ってみてほしいなと思いました。よし、OK かな。じゃあこれで倒していきましょう。ということで今回の動画は終わりになります。ぜひよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。